こう前のさ、この告知がてらにしたさ、そういえばさっていうやつで、中澤さんとおぎやはぎさんと清水ひとつさんで番組出るんだよねっていう話。まあ、切り抜かれたと思うけど、で、中澤さんがこの森保さんの、体制のまあアンチ派というか、今の日本代表ダメだ派みたいな、森保ジャパンダメだ派なんですよねって言って、で、それでおぎやはぎさんもどっちも今の日本代表どうなのってダメな方なんですよねって、で、清水さんどっちか分かんないですけどって言って、俺知ってたから、清水さんもダメな方ですよって、ああ、そうなんですか。で、あとレオさんですよって、ダメな人しかいない。超日本代表辛口番組じゃないか。僕が一番バランス取ってるかもしれないですね。気使うかもしれないですねって言ってましたけど、瞬間的なこう掛け合いになると、変なこと言われちゃうと、楽屋だと流せるんだけどね、やっぱりみんなの前に出てるから流せなくなっちゃうからな。人前に出されるとね、人前じゃないとね、いいやつになるつもりだけど、無駄な争いしたくないですからね。緊張しました。全くしなかったんですけど、やっぱして見えるよね。どっちかって言ったらあれっすね、喋るタイミングとか、急出しとかはっきりされないと、もう言っていいんすかみたいな。しゃしゃってきたって思われるのが一番嫌じゃん。人の話はちゃんと聞きたいし、みたいな。だ、そういうところで、ちょっと、タイミング測り顔にはなってましたね。あと言っても、まあ、この部屋よりは緊張しますからね、多少は。ね、トリーグ戦うときとか、自分が試合出るときとか、まあ、もっと言うとね、自分がラップでライブするときとか、そういうときに比べたら全然緊張しない。君の。